氷みたいな憧れ人ボンボン椅子がガンガン見ろやん最高はい皆さんこんにちは今日はですねついに箕面高校ダンス箕面団にやってきましたよろしくお願いします箕面高校といえばですねもう本当に強い学校で、特にダンススタジアムスモールクラスなんかだともう何回優勝してますか歴代何数えられないぐらいだよね結構優勝してますよ、ね、トロフィーの数とか、はいはい、まず皆さん26期生ですよね、はい箕面高校ダンス部を選んだ理由からちょっと小学校の時に箕面高校のダンス部の方が体育館に来て優勝とかしてる作品なんですけど披露していただいて自分もその時ダンス習ってたんでやりたいなと思って入りましたすごいインパクトだったんだはい僕も小学校で箕面団を知ってずっともう真似しててずっと家で入ろうと思ったんですけど介入部最初にちょっと気負っちゃって行けなくて最初なんで気負っちゃったの女の子が多くてやっぱり男子が少なかったんですごい入りづらくてじゃあもう小学校の時真似するぐらい憧れだったんだそうですね、うん、地元でもやっぱそういう存在箕面高校ダンスミノダめっちゃ有名です、ね、言われます次いつ大会なんとか、うん、あそうなんだじゃあ地元の人たちも応援してくれるわけ、ねはい、めっちゃ応援してくれてますさっき練習見させてもらったんですけどそんなになんかこう体育会系にストイックにやってる風には見えなかったんですよ、うん、なんか練習で大事にしてることとか雰囲気作りかなと思いますやっぱり前に立つ人たちの声かけでみんなのやる気ってすごい変わってくる何よりもチームの雰囲気が明るかったらみんなやる気になるしお互いがこのコミュニケーションを取り合えるっていう関係がすごい大事なので誰かが一方的に言うんじゃなくてみんなで指摘し合って高め合ってっていうのが、はい、振り付けを作る段階っていうのはどんな風に進めていくんでしょうか曲をまずここの部分とここの部分使いたいっていうのを振り係とかがその曲編する子に言ってまず曲を完成してからロックでバーンって結構激しい踊りになるんでポップでこう繊細な動きをどうかっこよく見せるかっていうのを考えて作っていきますすごいパワーと綺麗だなっていつも思うんですけどあれどうやって生まれてるんですか先輩らを見て多分マネとかから始まってくると思います、まあ、学校によっては結構年ごとにスタイルを変えていくとか、うん、なんか思い切ってジャンル違うとかいう学校もあるじゃないですか、うん、自分たちのスタイルを守り抜いてるそれはなぜなんだろう好きだからだと思います、うん、だってほらハウスとかジャズとかやるわけだよね、はい、じゃあそれを大会でやろうっていうふうにはならない箕面団を見てみんな入ってきてる子たちが多いのでやっぱりやりたいジャンルはポップ&ロックっていうものなんだと思いますじゃあそのライバルと思ってる学校とかっていう京都文京ソウルソウルっていうその雰囲気がもうめっちゃかっこよくて箕面団めっちゃ好きな子がめっちゃ多いですでも向こうからしてみても箕面団って言ったらわーって一目置かれてると思うし、僕なんか東京側にいるから、もう本当負けたみたいな。負けたみたいな。ローテーション並べてくるとね、もう本当に安定した力を発揮してくれるから、で毎年やっぱりその落ちないっていうのはすごいなと思うんですけど、今年はいまいちだなっていう時が全然ないですよね。嬉しい。嬉しい。だから予選通過できなかったとかないじゃないですか。ね、当たり前のように通過してくるし、うん、入賞、ね、もっと上位まで来ますからね、その辺が伝統なんだね、はい、あとやっぱダンサーだからみんな、ついなんかこう、はい、学校の中で踊っちゃったりとか、もう授業中とか、もうひどい子やったらテスト中とかも、全然、ポンポンって、椅子がドンドンみたいな。先生の喋ってる授業の声に合わせて踊ったりラップだと思って赤木先生というこのスタイルを作った先生がいて柱となってやってると思うんですけどどんな存在ですか高木先生先生も忙しい方なので自分たちの練習に深く関わるっていう場面ってやっぱり2年通してもあまりないんですけどだから高木先生来た時ってすごい雰囲気しまるんですよしっかりドシンっていう感じでビビーオーリンって感じあそうですすごいな男子としてはどうだろう
っぱり憧れですね。やってることがやっぱ異次元なんで、すごいやっぱああなりたいなって思いますね。憧れの存在だ。これ言っといた方がいいよね。憧れ。憧れ。こういう進学、こういう進路、こういう仕事に就きたいとかありますか？自分は K-POP アーティストが好きなんで、裏方の仕事をしたいってずっと思ってました。僕は英語の先生になりたくて、香垣先生みたいにダンス部の顧問にめっちゃなりたくて。実際多いみたいね、その顧問の先生に憧れてる。そう、弾いてみたりとか、それでこう大会であったりしたら楽しいもんね。また皆さんその目標をね、まあ、ダンスでやりきったら勉強ですね。はいとても明るく楽しく、かっこいいダンスを繰り出している美濃高校の皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。